絵を描いたりデザインしている新宝舞です、岡山を拠点に活動しています。今赤坂で壁画を描いています。テーマは鎮守の女神様というテーマをさせてもらってます。なぜ鎮守かっていうと、意味が土地神様っていう意味なんですね。なんでその場所を守ってくれればいいなという意味を込めて書いてます。都内に来ることが増えてきたので南青山に少し小さな居場所を作ってみました。まあ、岡山を拠点っていうのは変わらないんですけども、これからもいろんなこうものを見たり、まあそういう複雑な気持ちだったりとか、まあ今まで通りいろんなものを書き起こしていきながらアイデアを形にしていけたらと思います。Alright, how would you like it?